ガールドカードリッチ連合、頭やってるみだらだ。一人だけどよ、誰でも特定してやっからよ、丸裸にしてやんよ。いつでも来い、こんにゃろ。それからよ、騙されて被害者のためにもよ、頑張るからよ。こんにちは、キングみだらです。前回は詐欺師シルビアのラクマのアカウントからメルカリのアカウントまでたどり着いたところまでやりました。その続きになります。シルビアがホンダライフを出品したのが2021年の3月。やや金額設定高めではありましたが、詐欺と言えるような金額ではありません。今はメルカリ5万円、ラクマ8万円で販売されていますが、それでも売れません。皆さんは間違っても買わないでくださいね。さて、これらのアカウントですが、また新たな詐欺を働く可能性もあったので、引き続き定期的に監視することにしました。その翌月の2021年4月、シルビアは遊戯王カードやポケモンカードの販売を始めます。これらは100万円単位の高額出品だったため、まあ簡単に購入しないだろうという見込みで、ことを荒げずに引き続き監視することにしました。2020年6月、ポケモンカードまとめ売りにまさかのソールドアウトの文字。最悪です。40万円のポケモンカードが売れてしまいました。今頃気づいたのですが、4月から出品している999万の複数の確認用カードは、段ボールやまとめ売り商品の中身のことですね。段ボールに大量のカードを入れていますが、こういったカードが入ってますという意味のようです。このポケモンカードの購入者の評価コメントですが、40万円で買った商品の中身が数千円のものでした。とんでもない詐欺師ですよ。でした。購入者さんは事前にどのようなカードが入っているのかシルビアに確認を取っていましたが、それらのカードは1枚も入っておらず、やはりゴミが届いてしまったようです。私はいち早く購入者さんに連絡を取らないとまずいと思ったので、購入者さんのアカウントを調べることにしました。なぜ購入者さんと連絡を取る必要があるのかというと、詐欺師に一度お金が渡ってしまうと取り戻すのが非常に困難になってしまうからです。なぜお金を取り戻すことが難しいのか、私は購入者さんと連絡を取って何をしようとしているのか、この辺の話を理解するために、一般的なフリマサイトの購入から取引完了までの流れを簡単に説明しようと思います。 1. 商品を購入し、支払いの手続きをします。 2. 出品者はフリマサイトの手続きにのっとり商品を発送します。 3. 購入者は商品を受け取ります。 4. フリマサイトで商品を受け取りましたよという意味の受け取り確認、または受け取り評価をします。以上で取引は完了です。サイトによっては受け取り確認の後に受け取り評価をしますが、ラクマの場合はまとめて受け取り評価になります。さて、クイズの時間です。支払ったお金が出品者に渡るタイミングは1から4のうちどれでしょうか。正解は4の受け取り評価後です。今回はラクマのお話になるので、以降は受け取り評価で統一させていただきます。この時の状況は、購入者さんのコメントから3まで進んでいることは確かです。私のミッションは購入者さんの状況を確認し、もし3までの段階だったならば受け取り評価をさせないことです。受け取り評価さえしなければ支払ったお金が出品者に落ちることはありません。この被害者のアカウント名はクジオンヨシオだったので、便宜上ヨシオさんと呼ぶことにします。ツイッターの DM でヨシオさんとやり取りしたところ、幸いなことに受け取り評価はまだしていないということでした。話を聞いたところ、そもそもこのポケモンカードは怪しいとは睨んでいましたが、最悪偽物が届いたらラクマに訴えればお金は戻ってくるだろうという見込みで購入したということでした。ところがこれが失敗だったという話です。こういうケースはラクマに限らず、当人同士で解決してねというのが運営側の基本スタンスなので、なかなか対応してくれないんですよ。
吉尾さんの元に戻ってくるわけでもなく、40万円が宙に浮いた状態です。受け取り評価待ちの状態だと、ラクマがキャンセル対応をするか、出品者がキャンセル申請すると、購入者にお金が戻ります。となると、こちらが取るべき作戦は3つ。1、ラクマ側に強く訴えて返金対応、かっこキャンセル処理してもらう。2、出品者の詐欺師シルビアにキャンセル申請してもらう。3、受け取り評価をして、警察に被害届を提出する。1はラクマに対してこちらは被害者であることをきちんと伝える必要があるため、場合によっては警察を介入させるなどの手間と時間が発生します。2についてもシルビアにあの手この手で揺さぶりをかける必要があるので、場合によっては長期戦になることもあります。3の場合は相手にお金が渡った状態、つまり明確な被害者として扱われるため、被害届を提出し、警察に本腰を入れて捜査してもらうことも可能です。ただこの場合、お金が戻ってこない可能性も高いです。そのリスクを考えると、3を選択するのは吉尾さんにとっては酷な話なので、やはりお金を取り戻すことを最優先に1と2の方向で動くことにしました。ただ、被害届を出せなかったとしても、警察に相談することで、ラクマ側に騙されているのはこちら側と強くアピールすることができるし、場合によっては、警察からラクマ側に連絡してくれる可能性もあるため、警察に行くという選択肢は残したままです。これらのやり取りの最中に、ラクマからトラブルのサポートを受けるか否かの連絡がありました。サポートの件は被害者とラクマのやり取りなので、吉尾さんに任せることにします。あることがひらめいた私は、吉尾さんのアカウントを貸してほしい旨を伝え、心よく貸していただけることになりました。あることについては後ほど触れようと思います。そしてさらに被害者本人の代理として私が広島の警察署に向かうことを提案します。お金がシルビアに渡っていないこの状況で被害届を受理してもらうことは不可だとしても、実際お金は戻ってきていないので警察に状況を説明し、騙されて困っているとラクマに伝えてほしいというお願いを聞いてくれるかもしれません。現在40万円は宙に浮いた状態なので、ラクマに警察を通して訴えればこちらが被害者側だと理解を示し、お金が戻ってくる確率を上げることができます。ただこの段階でも被害届を受理してくれる可能性もあるため、吉尾さんに被害届と委任状を送ってもらうことになりました。ついでに40万円で購入した段ボールにたっぷり詰まったゴミカードをそのまま送っていただくことになりました。数日後、去年から相談している広島の某警察署の知能犯係の刑事さんと連絡を取ります。もしもし。はい。電話買いました。私、広島市警察署刑事課知能犯係のと申します。あ、結論から言うと、今回被害者が動けるということであれば、私が広島に行くのではなく、被害者本人が最寄りの警察署で被害届を提出するのが効果的とのことでした。私は管轄外の事件はその地区の警察が捜査するものだと思っていて、広島の警察署に問い合わせていたのですが、それは勘違いでした。仮に被害者の住所が A 県で、詐欺者の住所が B 県だとします。私は事件化すると、被疑者が住む管轄の B 県の警察署に連携し、B 県の警察署の捜査員が逮捕に行くもんだと思ってました。ところが、被害者宅の最寄りの A 警察署で被害届が受理されれば、他県に住んでようが何だろうが、A 警察署署員が被疑者逮捕に向けて B 県に出向くということなんだそうです。以上を踏まえて、被害者である吉尾さんと私は後ほど一緒に警察署に向かうことにしました。とは言っても、コロナ禍の影響やお互いの都合で今も警察署に行けていませんが、動画が全てアップされる頃には被害届は提出できていると思います。そして数日後、10キロのゴミが私の自宅に届きます。仮に警察署に行く場合、証拠品として提出する可能性もあるため、これは吉尾さんの近くに置いておくべきで、送ってもらったのは失敗した。とこの時は思っていましたが、後にこれが失敗どころか大成功だったことがわかります。さて話は変わりますが、なぜシルビアは遊戯王やポケモンカード詐欺をやろうと思ったのかわかりますか？高額で取引されているカードだから？いえいえ、それだけではありません。正解は味を占めたです。どういうことか。
実はシルビアがトレーディングカード系の詐欺を働くのはこれが初めてではありません。ゴールドカートリッジ詐欺を働いていたのが2020年4月から7月の間、その1ヶ月前の2020年の3月、やつは30万円で某トレーディングカード偽物を売りさばくことに成功しました。購入したのはカード系某 YouTuber で騙された経緯を動画にしています。動画を見た限り完全にシルビアの仕業です。某 YouTuber は警察に届けたらしいです。動画ではメールでオタマート出品者とやり取りをしたということだったので、この出品者がシルビアであることの裏付けを取るため某 YouTuber に Twitter の DM で連絡をすることにしました。私の目的は被害届云々はともかくとして、警察署に詐欺の問い合わせがあったかどうかで、この詐欺師があちこちで暗躍しているというのを確認したかったということです。そのことが分かれば被害届提出時に吉尾さんの最寄りの警察署でアピールしたかったんですよね。この詐欺師は本件だけではなくあちこちで詐欺を働いていますよ、それでもほっときますかという感じで警察の尻を叩く作戦です。やはり同一犯の犯行の問い合わせがあちこちの警察署に寄せられているということであれば、警察も動かざるを得なくなってくると思いますからね。なので某 YouTuber に聞きたかったことは2つ、どこの警察署に相談したのか、それと詐欺師のメールアドレスは私が把握しているシルビアのメールアドレスなのかということです。ところが私のメールはスルーされました。こちらの知っている詐欺師の情報を提供するので、可能だったら改めて警察に被害を訴えてほしいというお願いもしていましたが、メールスルーってことはその気は全くないってことなんですかね。まあ有名な方ですから山ほど DM も来るだろうし、全部目を通してられないというのもあるので、まあしょうがないかなと諦めていました。DM してしばらく経ってから吉尾さんのアカウントにログインして気づいたことがあります。吉尾さんが誰かと DM してるんですよ。相手はさっきの某 YouTuber でした。吉尾さんがその某 YouTuber に送った DM は騙されたので助けてほしい旨の内容でした。ところがガン無視。これにはちょっとイラッときました。私の DM を無視するのはまだいいとして、被害者の DM も無視。今回吉尾さんが新たな被害者になってしまったのは、この某 YouTuber が高額カードを購入してしまったために調子に乗って再度同じ詐欺を働いた、その結果なんですよ。この画像をご覧いただければ YouTuber を狙い撃ちってのがわかると思います。つまり自分で原因を作っておいて、それで実際に新たな被害者が発生したとしても自分は知りませんという態度、どうなんですかね。動画だとこれは注意喚起動画です、みんな騙されないでねと善人面していますが、だったら少しぐらいは被害者をフォローしてやれよと思うんですけどね。せめて被害者のツイートリツイートするくらいしても罰は当たらなくないですか。 DM を見て無視を決め込んだってことであれば、騙されたやつのことなんか知らんねんって話でしょ。つまり今回騙された件に関しても動画のネタにできれば何でもいいって人なんじゃないですかね。いやいやちょっと待てと、そもそも DM を見てないだけなんじゃないっておっしゃる方もいるかもしれません。いや絶対見てるんですよこれが。念のため YouTube の動画にコメントして、 Twitter にも無関係なツイートにリプを送って、さらに Twitter で DM を送りました。 DM はこんな内容です。はい、改めて自分の DM を見て思うんですが、こいつ相手から返信もらう気あるんですかね。めっちゃ喧嘩腰じゃないですか。私のことは気にせずに読んでください。まあさっき自分が言ってた内容とほぼ被ってますけどね。それとちょっと補足です。私は知らなかったんですけれど、ツイッターは自分が送った DM が既読になっているかどうかの確認ができるんですよ。それがこの右下のチェックマーク、赤丸のところですね。これチェックマークが緑になれば既読になっているっていうことなんだそうです。私の送った DM のチェックはグレーなので、これだと相手は読んでないってことになりますよね。なんだ読んでないだけかと一瞬思いましたが、これ設定で既読の緑のマークにさせないこともできます。フォロワーが多い有名人とかなら絶対既読の設定はオフになっている可能性が高いので、これでメールを読んでないと判断するのは早計だと思います。この某 YouTuber は最近だと自分の YouTube の投稿したばかりの動画のコメントに投稿者本人だけがつけられる自分のハートマークを入れるんですよ。
ところが私の連絡くださいのコメントだけは華麗にする。しかもこいつ私のコメント一回消してんですよね。都合悪いことにはあーあー聞こえないっていう対応なんですよね。いやマジふざけんなよ。そもそもお前が調子こいてシルビアのゴミカード買ったからこんなことになってんだろうが。いやいや某 YouTuber さんは30万円も出してるし同じ被害者だからって。騙された動画の再生回数は合わせて250万再生、仮に1再生 0.1 円だとしても25万円になります。ほぼペイできてんじゃないですかこれ。チャンネル登録者数が増えたことも合わせて考えたら長い目で見たら得してるかもですよ。そもそも某 YouTuber に売ったやつがシルビアとは限らないんじゃないかって。某 YouTuber が相手にしていたのはオタマートのクラウンという名前のアカウントでした。で、この某 YouTuber がクズカードを30万円で売ったオタマートのアカウントは現在こうなってます。画像の名前は違いますが、情報提供者の証言からクラウンで間違いありません。インターネットアーカイブで調べると名前はコロコロ変えてて、レトロだったり遊戯王だった時期もあるようです。で、現在の段ボール画像は、ラクマやメルカリのアカウントで出品していた画像と同じですね。はい、これで某 YouTuber を騙したのはシルビアで確定ですね。はい、クソー。某 YouTuber、クソー。クソのクソをクソが買って俺がクソまみれの尻を拭く。どういう構図だよこれ。あと気になるのが、某 YouTuber はシルビアから送られてきたクズカードを破棄してるんですよね。カードを返したら悪用されるっていうもっともらしい理由なんですけれど、ちゃんと被害届を提出して受理されたら証拠品として提出しませんか普通。そもそもこいつ本当に警察に行ったのか。いや行ってないね。行ってないからどこの警察に行ったのっていう俺の質問に答えられないわけですよ。つまり詐欺師が捕まろうがどうだろうが知ったこっちゃないってわけですね。警察には行ってません。情報提供はしません。被害者の叫びは聞こえません。こいつマジクソだなと思った次第。まあ名前は出しませんけどね。あとちょっと気になったのは、この某 YouTuber がカードを買った直後にシルビアはオタマートのアカウントを消しやがったみたいに動画で紹介されていましたが、実はシルビアのアカウントは消えてないんですよ。そもそも今までのやり口から言って、奴はアカウントを自分から消したりはしません。じゃあ某 YouTuber は嘘をついたのか。いや嘘をついたわけではないんです。おそらくですがシルビアが某 YouTuber のアカウントをブロックしたんだと思います。オタマートの機能で特定のユーザーをブロックすると、ブロックされた方は相手の情報が全く表示されなくなるようなんです。なんでアカウントを残すのって思った人もいるかもしれませんが、アカウントを残す意味は大いにあります。某 YouTuber のやり取りはオタマート上ではなく Gmail でのやり取りでした。基本シルビアは面倒くさがりなので、アカウントを作り直すとかできればしたくないんですよ。実際自分から進んでアカウント削除したっていうのは見たことがありません。29万9千円の出品ページはそのまま残して、他に欲しいやつがいたらそいつに売る。アカウントの出品情報もそのままにしておいた方が楽に次の作業をやれるっていう理由です。ただしこのままにしておくと、某 YouTuber のアカウントからコメント欄に騙しやがったなというコメントが入ると面倒くさい。なのでブロック。これが真相だと思います。出品ページの画像だけ変更したのがそのままになっているのが現状ってことです。ちょっと話がずれました。本筋に戻しましょう。私が吉尾さんのアカウントを借りた理由についてですね。それについてはまた次回。ではまた。